けな光なもうすみんな気づき始めている明らかにないもうすぐ涙そうね。幸せ。それ違う。いや、それは本当そう思うわ。なんかさっき途中だったんだけど。あ、そうなんか最近そのなんていうのいろんなものとさ比べるのが当たり前になっちゃってる部分っていっぱいあるやん。その俺だい食べログとかすごい好きじゃないんだけどさ、あれも要はさ星でさ比べてさ、そういいか悪いかじゃん。味って好き嫌いしか本来ないはずでさ、そうあれね、やだよね。そうん？あ、ね、課金するとね、あれもおかしいじゃん。そう、あと早稲田とか行ったりしてるとさ、なんかキャリア感みたいなのがあるわけですよ。そのあるね、キャリア的にどうだみたいなのがさ、割と人生選択のさ全てになっていっちゃうみたいなのもあるし、タクシー乗ったらさ転職の広告いっぱいあるわけやん。あれも要はさ、どこどこよりいいところへみたいな比較の話だしさ、なんか俺そういう比較に結構疲れて、そういう社会そういう人っていっぱいいるのかなと思って、そうだからこそ、その体で何かを感じるとか、聖司郎がさっき言ったように100年単位でしかものを考えないんじゃなくて、もっと長い単位で考えてきた時に残り続けてるものとかさ、なんかそういう大きいものに触れれる機会って、なんかこういう人の不安を負ってお金稼ぐ人たちがいっぱいいる世の中でさ、結構大事なんじゃないかなって思うよね。そうだからそういう大きいものに触れれる機会を作ってあげれる場所みたいなのが作ってあげれると、結構いろんな人にとっていいことなのかなとか思ったり、お話しした人にお話ししたんですけど、ドキュメンタリーアクティングっていうのをやっていて、もともと普通に映画とか演劇で演技をやってたんですけど、あれって成果物を受け取ってもらうって話なんですけど、僕は全く関係ない他人、今回は知ってる知人でしたけど、その人に想像力を使ってその人の視点を獲得していく、その期間こそが大事だなと思っていて、そのこうプロセスを見せようと思っていろいろ考えてきてはいて、で生徒メンターにも書かせてもらったんですけど、その自分の知人っていうのが去年亡くなってしまって、それをきっかけになんか残された僕としてどう思うのもすごく間違いな気がして、どういうふうに向き合えばいいんだろうっていうのをずっと考えていて、そのドキュメンタリーアクティングっていう方法だったらちゃんと先生に向き合えるんじゃないかと思って、今後の期間で試させてもらったっていう形になります。なので1週間の中で新人君のことを知ってる人も来れば、全く知らない人も来て、その人たちにまあ、意見をもらって翌日以降の演技に生かしていくっていう形を今まで取ってきて、今日は最終日になります。よろしくお願いします。で、今回のがすごくやっぱ難しいのが、亡くなってることとかをどう扱うのかみたいなのはすごく最後まで瞬時していた部分であって、でこの場にも彼を個人的に知っている人もいれば知らない人もいる、僕と
僕のことも彼のことも知らない人もいるっていう、そういう来る人のね、なんかあそこから得る情報が全く違う中でどう見せればいいのかみたいなのはずっと迷っていて、最初は一般公開するかどうかも迷っていたんですけど、初日にご家族の方が来てくださって、それでまあ認めていただいて、とりあえずやることは決めて、でその第三者にっていうのもなんか自分が伝えたいことがあって、それをするための覚悟としてその事実をステートメントに書くのは大丈夫だと思って、ステートメントに書かせてもらいました。今日はお時間いただきましてありがとうございます。ありがとうございます。はい、でオープンオープンファクトリーも会期終わりましたけれども、お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、で最初にちょっと山越ちゃんの方から自己紹介を簡単にお願いします。はい、山越舞です。グラフィックを作って制作しております。いろんなカレンダー作ったりとか、ドライブに出かけた時の記録みたいなものをグラフィックやイラストに起こして制作しています。よろしくお願いします。はい、お願いします。今回そのオープンオープンファクトリーって、まあ、連弾展示っていう形で、まあ、皆さんに展示してもらっていたと思うんですけど、その中で今回その、生活と制作を記録展示するっていうことが一個コンセプトになってたと思うんですが、山越ちゃんの中で、まあ、その生活している中においてその何かを制作するっていう時間はなんかどんな、意味があるというか、どういうふうにその制作する時間を捉えてますか？制作は、なんか一番よく最近作業する制作がドライブの作品なんですけど、ドライブってなんかもともと生活の中でなんかこうずっと家の中だったりとか同じような場所に行ったりするところから出してドライブに出かけてなんかリフレッシュしたいみたいなところから始まって、もともとドライブは趣味だったんですけど、まあなんか自分が一番気持ちよくなんかリサーチもできて、自分が一番なんかいいとこ取りできるような、なんか一番なんだろう、気持ち的に楽しんでできそうだなって思って始めたのがドライブの制作だったので、なんか生活の副産物的な風に見え、制作は生活の副産物みたいに捉えることもできるような気もしています。実際に何かを作る時っていうのは、なんか山越ちゃんすごくこう抽象的なグラフィックを、ものすごい数作ってると思うんですけど、なんかそういうイメージっていうのは、なんかそういうドライブにしてもそうだと思うんですけど、なんか、イメージして作ってるのか、それともその行為をしてる時になんかこう逆にそれを行動することで出てくるものなのか、なんかそれってどういう感覚がありますか？あのグラフィック作る上でどうやってグラフィックが生まれるのかっていうことですよね。それはまあ多分今言ったのどっちもあると思ってて、まあなるべくそのまあなんだろう、楽しむために行ってるから、毎回こうカメラでちゃんと全てを撮影してるわけではないんですけど、なんか写真撮ってこの時もすごいいい景色だったなとか、こんなとこにこんな面白いものあったなみたいなのを、なんかなるべく多分私だけじゃなくてみんな、こうなんか SNS とか普及してれば多分みんなそういう癖ってどんどんあると思うんですけども、それで採集した
なんかそのドライブ先での情報とかを後で持ち帰って、家でそれ見て、あ、この時これあったわ、これ絵にしたいなって誘導で絵にし始めたりするし、でまあなんかその写真とか見ながら、あ、そういえばこの後撮れなかったけどこういうものもあったなっていうのを思い出しながら描いたりもするし、まあなんかとかもその写真見ながら絵描いてて、これってこの写真よりもこの時の方が合ってるかなって思ったら、そっちの別のグラフィックに変えちゃったりとかもしたりして、なんか段階的に私がグラフィック作る時ってこう 手元で描いてる時と、なんか PC にそれをデータだけ入れて編集する時かっていう2段階があって、なんかその編集する時になんか過去のデータから、あ、あの時とこの時ちょっと似てるからこの素材一緒に使っちゃおうみたいなので、過去に描いた絵もなんかポコって入れちゃったりもするし、なんか結構そのなんだろう、一個のグラフィック生むのに結構それぞれバラバラな道図をたどっているような気がします。あとなんかパソコンで編集した後にやっぱこれもう一回印刷してなんか切り張りし直そうかなと思ってコラージュみたいにする時もあるし、なんか本当に結構一個一個のグラフィックだけで見ると雰囲気違う、なんかちょっと同じ作家に見えない時もあるかっていう感じの感じかもしれません。なのでグラフィック生まれる道順って結構適当だったりしますね。はい、じゃあ今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、そしたらまずはじめに、まあ、自己紹介から始めたいと思います。そこからですね、なんかだろう岩崎宏正です。今は、東京芸術大学の油絵科を春に卒業して、で、大学で今助手として働いていて、であとは、制作活動というかアーティストとしてなんとか作品を作ったりとかしています。で、普段は、まあ、虫の羽に写真をプリントしたりとかしながら、まあ、イメージと、写真的な、なんかイメージのこととか、なんかその定着のこととかっていうのを、まあ、メインに制作してるのかなって思っています。こんな感じですかね。ありがとうございます。ちょっと早速今回のオープンオープンファクトリーっていう、まあ、展示企画においてどういうことを考えながら制作をしてきたのかっていうところを聞いていきたいんですけれども、今回そのオープンオープンファクトリー自体が、まあ、制作すること、生活することを記録展示するっていうコンセプトだったと思うんですけれども、まあ、実際に意識を向けなければ制作と生活ってそんなに並列に考えることはないと思うんですけれども、実際その生活する中で、まあ、ガンちゃんにとって制作する時間っていうのはどういうような意味があると思いますか？あ、生活する中において制作する時間どういう意味があるか、むずいな。でもそうですね、生活する中において制作する時間、まあ、いやでもまず前提、なんかその制作というか、制作はこう誰でもやってるようなことで、それを制作って呼ぶか呼ばないかみたいな意見の違いだろうなって思っていて、まあ、多分料理作るとかでも制作と呼ぼうとすれば呼べるわけだし、だからまあなんかあえて切り分かれるものでもないんだろうなとかふうには思っていますね、思ってますね。ただ僕にとってっていう言い方をするならば、なんとなく
テンションとかスイッチの入れ方とか、なんかそういう持っていき方とかは一定あるような気がするので、生活のテンションと制作のテンションとか、生活の時間の使い方と生活、どっちを言ったか忘れたけど、の時間の使い方みたいなのはなんかちょっと違うんだろうなっていうふうには思ってますね。今回このファクトリーっていう場所を使って、うん、まあ、展示制作をする、うん、まあ、生活もするっていうようなことが、うん、まあ、全員になんか共通する項目としてあったと思うんですけど、うん、実際何かを作るとき、制作するときっていうのは、うん、特に今回の場合何か目的を決めて、もしくはゴールを見据えて作っていくものなのか、それともさっきそのテンションのスイッチの切り替えっていう話がありましたけど、うん、そもそも目的はないのか、それはどういう感じで作っていますか？なんか個人、僕は企画の中では、うん、その、まあ、ファクトリーっていうのが今まで結構生活の場所にはなっていたけど、うん、制作のスイッチを入れて使うっていう機会はそう多くはなかったので、まあ、そこさえここで入れられれば結構満足かなというか、まあ、一旦 OK みたいなラインかなと思っていて、なんでまあそれが一つのなんか目標だったし、まあ、目的だったんですけど、でなので実際にじゃあどういう作品を作るかとか手を動かすかみたいなのは別に最初から何か決まってたわけでもなく、そうですね、なんでとりあえず地図をプリントしてきたが初日ですね。地図をプリントしてきた理由は、地図をプリントしてきた理由はそれはそう、そのファクトリーが生活とか制作とかなんかいろいろごったりになってる面白いところで、ちょうどその1週間ぐらい前にトニーがずっと地球平面説の話をしていて、地球平面説のやばい人ごっこみたいなのをしていて、まあ、なんかそれが頭にこびりついてたから、地図かと思って、まあ、地球儀とかいろいろ見ながら、丸いものを平面に記すとかってどういうことなんだろうとか、奥行きのある世界が奥行きがあって、しかもこう丸い球体の上にもしあるのであれば、それを写真で撮るって、いや奥行きのない紙にプリントしてそこに奥行きみたいなのが発生するとかってのはなんか紐づくんだろうなみたいなことを考えて、地図をとりあえず持ってくるっていう感じですね。なんかそうするとやっぱりファクトリーに来ていて、ファクトリーのにやっぱり同じく来ているトニー君が話してたその会話から制作のきっかけみたいなのを出ていったっていうことなのかなって思うんですけど、実際にそのガンちゃんが制作のきっかけを得るっていうのはやっぱりそういう人との会話とかも多かったりするんですか？もうなんならしかないですね。だから飲み会は僕にとっては制作活動の一環としてやむを得ず行っている日常的な作業です。でもそのさっき言っていた地球平面説っていうことと、まあ、地図を持ってきた、とりあえず印刷して持ってきたっていうことと、あとはその普段制作されているって言っていたその虫の羽に、まあ、景色をプリントするようなことって、なんとなくどこか通じているところがあるのかなって思うんですけど、その世界を見るとか把握するっていうことがなんとなく通じているのかなって思った時に、なんかそのファクトリーっていう場所はなんかどういう場所だって思いますか？その地図を持ってきた時に。難しい。ちょっと
うまく質問の内容が分かんなかったですけど、うん、地図を持ってきた時に、うん、ファクトリーっていう場所が、うん、世界を見るとか、そう、なんかどういう場所としてガンちゃんには見えていったのか、うん、あ、ファクトリーっていう場所が、そうそうそう、なんか虫の作品であれば、うん、虫の見ている景色っていうのがそこに印刷されている、うんうん、だけど今回は逆で、とりあえずその展示する空間にまずは地図だけを持ってきたっていう、うんうん、だからそこから理由っていうか、うん、紐付けを考えていく必要があると思うんですけど、うん、地図が持ってこられた時に、うん、ファクトリーっていう場所はカンちゃんにとってどういう空間に見えていたのかっていう、なるほど、あ、でもそこはあんまりその地図とか今までの制作とこの場所っていうのの関連は多分考えてなくてないっすね、そんなに、うんうん、じゃあ実際地図を持ってきてみて、うん、その持ってきてみてどうでした、どうなりましたか、その持ってきてみて、うん、あ、持ってきてみて、うん、そうっすね、どうなったんだっけな、あ、やりくんが、うん、テーブルで紙を、うん、にドローイングしたり紙切ったりしてて、うん、ああって思って、うん、紙切ったりドローイングしてるなって思ったんで、僕も紙切ったりドローイングとかしていって、うん、まあなんで持ってきたらやることがもうなんか始まってたので、うん、なるほどなるほど、入りはスムーズかなみたいな感じですかね、うん、最初に自己紹介をお願いします。大月修斗です。グラフィックデザインを、しています。個人的に、仕事としてやりながら、自主的な制作を行っています。はい、ありがとうございます。今回オープンオープンファクトリーっていう、あの生活と制作を記録展示するっていうような企画だったと思うんですけれども、修斗くんにとってその生活の中で制作することについて、まあ、具体的にちょっと質問したいなと思うんですが、なんかその、まあ、生活をしている中で制作する時間っていうのは具体的にどういう時間だと思いますか？あのなんか別に俺自分の家で制作普段してるし、うん、その制作まあ、なんか日暮里にもスタジオ借りてて、うん、そこにグッて行くときはそこでこうガッてやるけど、うん、なんかそこでは別になんかご飯食べるし、うん、あの寝るし、だからなんかそんな分かれてないかなって、うん、そんななんか地続きでやってます。なるほどなるほど。そしたら結構地続きの中で今回の展示のテーマというか制作のテーマも決まっていった。そうですね、完全に、うん、なんかあのお仕事の方と自分の制作と生活の中で、うん、なんか興味があるものを全部一緒になって進んでるから、うんうん、それをあの今回でかいものを作るっていうのと、うんうん、あのやったことがない版画っていう手法だったから、うんうん、多分これが多分2週間っていう期間がなかったら普通に、うんうん、あのとんざしてたし、うんうん、途中で皆さんがってたから送って時間と場所を設けてやれたのがすごく良かったなと、うんうん、今回その書くと書く、文字を書くと絵を書くの間っていうような、まあ、その違いを探っていくような試みを、まあ、そのこのファクトリーっていう場所でやってたのかなと思うんですけど、なんかそのテーマっていうのはどういうふうに決まっていったんですか？あと3年ぐらい前から、うん、もともとその文字を自分で造形を作っていく抽象的な形態が好きで、うん、で文字が好きだったんだけど、その抽象的な形態にいちいち意味をつけていく行為みたいな、その文字にしていたりとか記号にしていたりして、そこに物語を作んなきゃいけないのがなんかすごく僕は退屈で、そうじゃないことをしたくて、その意味のない形を作っていって、そうなっていくとそれは文字じゃなくてドローイングなんだけど、でもドローイングだけどその文字を作るときと同じあと行為をしているみたいな、そのコンパスを引いたりとか直線を書いてその図形を整えていったりするみたいな、だからなんかその自分の中でもそのライティングとドローイングのどっちかどっちか分かんない状態でやってる感じがすごく
楽しくて、その延長上でやりました。なんか今回そのすごく面白いなと思ったのが、なんかそのそれをじゃあドローイングしたものと、あのまあ文字として作ったものを展示することだけでも良かったかもしれないけど、今回そのなんだ版を制作している過程そのものだったりもライブ配信したりとか、なんかそのどちらかというとメインはそのそれを制作する制作している対象がグラフィックというよりも版になんかその重きがあったのかなと思ったんですけど、それはなんかどういう意図が？よくそのグラフィックデザインやってる人がポスターを壁に展示したり、まあ、特になんかその学校、その大学の課題とかその、まあ、よく見るとその、そういうのが顕著に出てるし、あとそのポスタービエンナーレみたいなのもポスターが壁に飾ってあったりして、なんかそれはそのすごくあんまし意味のない行為だなって思っていて、そのグラフィックデザインであったりとかポスターは街の中に出ていって、機能してっていう意味が機能があるの、その、そういうものなのに、それをわざわざ壁に貼っちゃったらなんかおかしなことになると思っていて、ただ僕の制作しているその各そのドローイングとライティングの間の表現のやつは機能性がないっていうのが根本の大事な部分だから、壁に貼ったりとかするわけにもいかず、その外の壁に貼ったりするわけにもいかず、そうなってくるとそのまあこういう場所で発表せざるを得ないんだけど、それでもやっぱりその展示っていう風な一点ものの扱いみたいなことにはしたくなかったし、なんていうかこう売り物みたいにもしたくなかったし、商品じゃないし、だからこう複製するものを作ってこうどんどん街に街とかなんか人にこうばらまいていきたくって、でそのまあ複製されたものを置いておくっていうよりも、複製をする装置そのものが置いてあってって方がなんかこういいんじゃないかなと思って、いいんじゃないかなってことは欲しいんだけど、なんでそう、だからなんかそのここをその公開してビデオ撮ってたのも、なんかそのどこか分かんない場所でなんかその出版作業をしてるみたいなのが、その客観的にその俯瞰的にこう見た時に面白いんじゃないかなって思ってたんだけど、その俯瞰的なのをそのまま映像になったらなんかイメージ通りだなって思って、その映像をなんかこうチラチラチラほらばらまいて、なんかこう謎なことやってるみたいな、で出来上がったものがその広がっていくみたいな、紙媒体にすられて広がっていくみたいなことをやりたかった。ねえ、